古い時代から現代までの9番ベースのリズムの変化を6段階で紹介します。最初のパターンは2対3の古典的なクラーベ。2からフィルインやシンコペーションが加わります。曲の中には一定のリズムを保つのが大事です。